おい。ありがとう。おう。ん？なあ。ああ。いや。それじゃあ、ありがとな。おい。うん？任せとけ。
おう。ん？え？あ？おう。ありがとな。そう。なあ。よ。あんた、この前の。監督が全部ゲロったよ。え？もうすぐ記事になってあんたへの風評被害も終わる。これで球界復帰できるな。よかったじゃねえか。いや、あれはやはり俺が悪いんだ。プロの選手にも戻るつもりはない。なんでそこまで意固地になるんだよ。確かに監督に指示されたのは事実だ。だがそれを断れず実行したのは俺自身だ。監督が何を言おうと俺が実行しなければ事件は起こらなかった。野球ってのは神聖なものだ。俺は野球を裏切った。世間がどう言おうが俺に野球をやる資格はない。花山という素晴らしい選手を潰してしまった俺なんかにな。おいおい、
人を勝手に潰れたなんて言わないでくれよ。お花山相変わらずの頑固者だな安西。花山本当に申し訳ない。安西、俺はお前の大切な野球を奪ってどれだけお前が野球を好きか知ってるはずなのに、本当にすまなかった。だからさ、勝手に人を過去の人みたいに言うなよ。俺は潰れてもいねえし、お前に野球を奪われてなんかいねえぞ。確かにまだ痛いけどよ、俺は絶対にこの怪我治してまた球場に戻ってみせる。俺が治らねえとファンも悲しむし、大事な友達もずっと暗い顔したままになっちまうからな。花山、お前が戻るのか戻らないのか、それはお前が決めればいい。だが一つだけ覚えておいてくれ、俺は復帰したグラウンドにお前がいてほしいと思ってるってこと。花山、うじうじしてても償いにならないぜ。償いたいならプレーで償いよ。お前は野球選手なんだから。ほら顔を上げろよ安西、気にすんなって。また野球やろうぜ、一緒にまた這い上がろう。なんでお前は俺なんかを許してくれるんだ。だって俺たち友達だろ。花山ありがとう。最近涙腺が緩いぜ。